アケーディアナ。アケーディアナは、ケージャンカントリーとも呼ばれる、アメリカ合衆国ルイジアナ州南部の伝統ある22の軍のケージャンの故郷に与えられた公式の名前である。ルイジアナ州のこの地域は、その地理以上に歴史のある居住者と地域の文化がユニークである。アケーディアナは、多数のケージャンの故郷であるフレンチルイジアナ地域を指す。1755年。 フランスとイギリスの間の戦争が切迫し、英国当局は、フランス系カナダ人のアカディア人たちに、カトリック信仰を放棄して、英国王室に忠誠を誓うことを要求した。これは大多数のアカディア人にとって受け入れることができず、彼らは、強制的に、アカディアを去ることになった。初期のアカディア人移民は、ニューイングランド、西インド諸島へ移動し、あるいは、フランスに戻る人もいた。 結局多くのアカディア人は彼らを歓迎している場所、ルイジアナを発見して移動した。1971年までにルイジアナ州議会はそのユニークなケージャンとアカディアの遺産があるエリアを公式に承認してアケディアナをエリアの22軍の正式名称にした。アケディアナという単語は地域を共有するケージャンと他の文化の象徴になった。評判では アケーディアナという単語には二つの由来がある。クローリーの新聞、クローリーデイリーシグナルがアカディア軍に関しての単語を作った1950年代半ばが記録されている最初の出現である。しかし、テレビ局のキャトック TV-3 は1960年代をはじめに独自にアケーディアナという言葉を作り、新しくより広い意味を持たせてルイジアナ南部中に それを普及させた。1962年に創立したキャトックはアカディアンテレビ社が所有していた。1963年をはじめテレビ局は間違って宛名書きされた送り状を受け取った。誰かがアカディアンの後に余計な A をタイプしたものだった。局はアイデンティティを売り出すためにこの言葉を使用し始めた。 判券も商標も登録されていなかったので、ルイジアナ州は公式にこの単語を採用した。今日、多くの営利団体、非営利団体が名前にアケーディアナを利用している。ケイジャンは目に見える文化として広く普及しているが、しかしアケーディアナの住民すべてが文化的にアカディアというわけではないし、ケイジャンフランス語を話さない者も,もいるし、全員がアカディアから逃れてきたケイジャンの子孫という。 わけでもない。ケイジャン以外にも、アケーディアナ全土はもともとインディアン部族の故郷であるし、ルイジアナクレオールの黒人も住んでいる。また、ドイツ人の移住者は、ケイジャンよりも先行して、1721年には、アケーディアナについていた。もっと最近では、東南アジアからの政治難民は、この地域に家族と文化と言語を持ち込んで、地域の水産業にかなり貢献した。 ケイジャンは、沼地とは、頻繁に付き合わなければならないが、それでもアケディアナは、実際には、北部は低くて優しい丘陵、陸地部分のプレーリーがあり、海岸により近い南部は、アチャファラヤ川とミシシッピ川のベースンの周りに、点在する沼地とバイユーからなる。また、この地域は、米とサトウキビがよく実る。ルイジアナ法で言及されたアケディアナは、ニューオーリンズの西から、 メキシコ湾岸に沿ったテキサス州との境界線までと内陸からおよそ100マイルのマークスビルまで伸びる領域を差し入る。インはケージャンハートランドと呼ばれるアカディア人が最も多い八軍。セントチャールズ軍、セントジェームズ軍、セントジョンザバプティスト軍はリバーパリッシュ W、リバーパリシアスと呼ばれる。現在のセントチャールズ軍とセントジョンザバプテスト軍はかつて ジャーマンコーストとも呼ばれていた。以上の三都市は、ルイジアナ州の六大都市の三つでもある。1900年代の初めにこの地域で石油が発見されるまでは、多くの湿地帯と故障によって、ケイジャンの人々はほとんど孤立に近い暮らしをしていた。観光、農業、石油等の産業の発展には、まず輸送手段の確立が不可欠であった。最近では、 地域経済発展のためのハリケーン回避計画により災害に強い道路計画の策定や建設が行われている。高速道路網は地域の代表的な交通インフラとなっている。米国ハイウェイ90,190及び167は1950年代までルイジアナ州南部を通る主なコネクターであった。現在、週間高速道路十、二百十。 55及び49が輸送における主要な役割を果たしている。エリアを通る鉄道輸送は難しい治勢のために限定され、すべての橋はあらゆる小さい小川と梅雨を越えるために必要とされた。広範な鉄道網は南北戦争時点で建設されていたが多くが戦闘によって破壊された。終戦までには外輪線経由の川の輸送が 旅行の都合の良い方法として引き継がれた。地域を通る主要な鉄道は、サザンパシフィック鉄道、現在のユニオンパシフィック鉄道の一部である。水路は、地域の商業とレクリエーション活動に欠かせない。港湾、河川、湖、バイユー、運河と排水路は地域に点在しており、1930年代、初めより、海運と観光における重要な資源となっている。 東部地域ではミシシッピ川が重要で、中部ではアチャファラヤ川、レイクチャールズを流れるカルカ州川、そして西部ではサビーヌ川が運行を可能にしている。ルイジアナ州の沿岸内水路に沿ったところにある淡水湖と塩水湖からは人々の移動と飲料用水を得られる。地域にはホーマ、ラファイエット、レイクチャールズに小さな空港がある。 ニューオーリンズやヒューストンのような極端に大きい交通量ではないが、地域のレジャー旅行をするのに小型飛行機とヘリコプターがよく使われる。小型飛行機は小旅行と農業用に使用される。2005年8月29日のハリケーンカトリーナではアケーディアナ東部地域も影響を受けた。2005年9月26日にはアケーディアナ西部地域とテキサス州東部が ハリケーンリタの影響を最も受けた。2002年10月3日にアケディアナの中部地域はカテゴリー2のハリケーンリリーの直撃を受けた。ラファイエットの大部分に損害を与え、ダウンタウンのいくつかの高層ビルでは窓が割れ、多くの家屋は屋根の損害を被った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。